日はね、めっちゃ雨でね、で、まあ、実はね、俺サドルはさ、もうこのビアンキのやつなんやけど、もうめっちゃボロボロで、もう結構長く乗ってたし、実は前それこそサンフランシスコで引き取った人も多分5、6年乗っとって、おそらくサドルも10年くらい俺年金入ってたんじゃないかな。でやっぱ日本の雨季とかで、結局大阪におる時からもうちょっと破れ始めて、ボロボロで、もうケツんとこもその布がなくなって、スポンジがなくなっても痛いんよね。で今日ね、友人の宮本くんから教えてもらった、ショップで俺サドル買ったよね。これね、ちょっと変えてみようと思うね。で俺こういうのやったことなくてさ、とりあえずなんかかっこいいの買うてやってみる。まあまあ多分いけると思うけど、なんかこんなんでね、俺ちょっと勉強していきたいなと思うわ。レッツゴー。チリチリ燃やすケーキつけオーダーボビビ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 ビ。ちょっとね、全部取れたはちょっと思わなかったわ。で、もうこの手もめっちゃ汚れたし、やっぱチューニングってもう相当力使うね。やらんことに。OK。ちょっとね、せっかくにいろいろも磨いて、ちょっとステッカーも変えて、また新しい走りにしたいかな。以上、ありがとうございます。バイバイ。